西野さんはあっちゃんみたいに海外に住まないんですか？わかんない。どうだろうね。どっかでそう思うときあんのかね。まあ今コロナがちょっと判断しにくいんですけど、やっぱコロナ前は本当に毎月どっかの国には行ってたんですよ、ずっと。その生活結構良かったんですよね。で、日本住みやすいな、みたいな。なんか行くたびに思ってたのあったんですよね。で、ここにいたら飽きそうだなっていうのもあったんですよ。むちゃくちゃ居心地いいけど、1年住むのはちょっと飽きそうだなっていう国もいっぱいあったんで、ちょっとわかんないですね。